ディーゼル員としてエンジンの監視を主に行っております。あと船の機器の整備等も担当してます。どうしても乗りたくて、一番は好奇心ですかね。潜水艦って結構秘密がやっぱり多いので知りたいなっていうのが一番大きかったのかなって思ってます。自分は電気員っていうパート配置で、覚えなければならないことが多いですけれども、やっぱりそこは先輩との共同作業で指示されたことをするみたいな感じですね。じゃあちょっと危険なんで一人じゃ。衛生員ということで隊員の健康管理ですね、そちらの方と急患発生時の対応、そういうのが主になっています。大体でもそういうのは日常ないので、調理作業を手伝ってたりとか、食事は絶対必ずみんな来るのでちゃんと食べてるのかなとか顔色を見てみたりとか、はい。二分隊専任といって、各パートの仕事を、統括というかまとめ役ですかね。出航になってくると、その先行管制という仕事をしてるんですけど、要はエンジン動かしたり、前側に舵があるんですけど舵取ったり、先行させたり浮上させたりする人がいます。先行せよ、先行せよ、先行せよ、環境清掃、先行せよ。船酔いする人は潜水艦の方がいいと思います。私もちょっと船酔いダメなんで、はい、潜水艦潜ったら全く揺れないんで。専任伍長ってですね、当たり前のことですけど、艦長の思いというか行動であったり、この船がこういう使命を持ってるとかですね、まず理解して伝えていくというか、そこが一番の今私が思う使命だと思ってます。難しいことをやった時の達成感を味わいたいと思いますね、はい。4番目と9番に変えたいっていうことはありますか。4番目と週2巻と大した距離変えたい。海弁空いてるけど海を確認。潜水艦だいぶ狭いというイメージを持たれているところはあるのかなと思うんですけど、慣れてしまえばそんなにそこまで不便を感じることはないですね。狭いからこそいろんな人と喋れるし、かなり過ごしやすいですね、潜水艦は。輪に入っていけてることが楽しいですかね。こう女性陣に皆さんだいぶ慣れてきたし、乗ってきた女性の方も、これからは新しい子が入ってきても大丈夫だろうというぐらいにもなってきたので、潜水艦全体なんですけど懐深いなと思って、今度一周くるっと回って自分の航跡に入る訓練ですね。横のつながりを広くして、分からなければいろんな人が教えてあげるとかですね、そこが潜水艦のいいところかなと思ってます。潜水艦員の魅力ですか。やっぱりかなり狭いんで、先輩とか後輩もそうですけど、やっぱ皆さん仲良くしてくれるんで、やっぱコミュニケーション能力はつくと思いますし、実際重要な弁の操作だったりとか、そういうの任されたりするんで、若手でも全然だから、その緊張感も持って仕事できますし、そのちょっとした優越感みたいな感じは潜水艦の魅力なんじゃないかなと思います。